そしたら、生姜のですね、日々のちょっと夏の暑い時の水対策で置き場所とかご紹介いたします。これよく言ってたプールに入れとくってやつですよね。そうです。これしとけば1週間ぐらいは放置しとけるっていう水やりもできますね。これ、はい、本当にね、めんどくさがり屋とか持ってこいなり方ですね。そうですね。でちょっとね、この横とかも撮っていただきたいんですけど、寒冷舎言いまして、だいたい太陽のその光線をまあ 50% ほど、まあ、遮光してくれてる、はいはい、これぐらいの日陰でも十分です。生姜の場合は。日陰の方がいいってことですね。そうなんですよ。簡単的にだと、はい、水があってもこれ歯が焼ける、はい、チリチリっていうのがあります。はい。で、これを先ほど増し土した後なんですけど、はいはいはい、これを少し水が溜めたところに、プールに入りましたね。そうですね。でこれで吸い上げのですね、はい、深さ的には今これで3センチほどなんですけど、はい、もしその1週間とかお留守にされる場合は、はい、まあ、4、5センチぐらいですね、はい、まあ、これでもその水腐れっていうかその根腐れしないですね。これこれ上から上げなくていいんですか？水の鉢の上から。あ、はい、もう底面給水言いましてね、はい、下から十分給水しますけど、さっき増し土したところなんで、はい、もう少しこれ上から上げてもいいと。そうですね。もちろんこの水の中にはその中から溶け出した養分とかも若干含まれますけど、はいはい、定期的に、まあ、やっぱり1週間に1回これもう完全に溜まった水は捨てまして、はい、常に新鮮な水やり替えていただいたらいいかなと思いますね。これいいですね。はい、これで OK です。これがずっと言ってたやり方ですね。そうですね。管理方法、はい、お手軽方法ですね。お手軽方法ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。